皆さんこんにちは。今日は3月27日参議院の予算委員会で質問に立ちました。予算委員会の中でも集中審議といってテレビ中継がある質疑でした。今日の質疑相手は岸田総理、そして森山文科大臣、このお二人に対して質疑をした様子、ぜひまた YouTube をご覧いただきたいな。別の動画を作っておりますのでご覧ください。テレビで見ていただくとお分かりになると思いますが、こういうパネルを使って、質疑をしています。ちょっと見てください。これは政治倫理審査会での出席者の説明に納得できますかという世論調査の結果をグラフに表しています。こういうのをテレビに映していただきながら質疑をしている、そんな今日でした。ぜひ皆さん方にも見ていただきたいと思います。また、実はですね、これと違ってちょっと字が小さいので、分かりにくいかと思いますが、全国の5つの県から、これは熊本、岡山、兵庫、三重、宮城の県から教職員のチームが石川県に応援に入っていると、そういったことの紹介でした。ぜひご覧ください。